それとエニアグラム二等兵の友人屋です。D 隊長です。隊長でございます。はい、岡村さん、ナインティナインの岡村さんのタイプは何でしょうね。何でしょうねっていう。まあ、オールナイトニッポンね。そうですね。オールナイトニッポンで、まあ、岡村さんが、まあ、今の状況下で、なんかリスナーからのお問い合わせがあったんですよね。そうですね。風俗に行けないって。ただ、まあ、ちょっと待っとけと、もう少しで、あの解雇が来るよみたいな話をされたことで大炎上。大炎上で、まあ、その大炎上に対して今回どうこう言うつもりはなくて、全くなくて、あれを聞いて、ラジオを聞いて、まあ、この顛末で、あの矢部さんが来て、大説教をしたっていう、この人通りの顛末を聞いて、エニアグラム的にどんなタイプ、どんなタイプ、この2人はどんなタイプなのか、でそのタイプだからこういう行動を取ったみたいなのが、はい、なんか話せると面白いのかな。そうですね、で、あの岡村さん、あの、まあ、よくラジオの中でもパッカーンみたいな話をしてましたけども、あのパッカーンって何ですか。あの全然わかんないです。飛んじゃったんですよね。あ、そうなんですか。仕事要はもう、あのちょっと気持ち的になんかうつ病になった、まあ、気持ち的にいっぱいいっぱいになって、ちょっと矢部さんが休んどきましょう、って言って、あの5ヶ月仕事全部キャンセルして休んだんですよね、っていうことがあって、あれがパッカン事件みたいなことを言ってるんですけども、まあ、とても仕事に対してストイックで真面目な方で、カジサックのチャンネルにも岡村さんが 100万人記念で出た時も、岡村さんってあのナイナイの、めちゃイケとかですごいオカザイルとかで、そのまんま踊るじゃないですか、あれは岡村さんにとっては楽なんですって。いや、あれはもうあれをやればいい、あれをやればいいから楽なんだと、っていう、あれを楽っていう表現を、要は、あれは真面目に取り組めばいい、で、要は多分この年代、昭和40年代生まれ、まあ多分同じ世代なんですけども、大体そのダウンタウンに憧れて入ったけども、要はタイプ全く違うじゃないですか。ダウンタウンと、ダウンタウンと、でまっちゃんにめちゃめちゃ、あのあれは違うみたいな、ダメ出しされて、ダメ出しされて、でもなんかまあその笑わせる、松本さんは笑わせる、けども僕は笑われ る、でも笑われるのは嫌だみたいなのはずっとコンプレックスであったのかもしれない、でもなんかそのエニアグラム的に6、6の6っぽいな、7、あの、いや、お調子者、いや、岡村さんも言ってるんですけども、いや俺昔はクラスで人気者だったと、明るい人間のはずだった、けども東京に来て一人になって変わったみたいなのはよく発言されてるんです、なので、まあ、僕もずっと6のウィング7かな、なんか根が真面目、根が真面目だけどちょっとお調子者、お調子者で、そのお調子者もタイプ7のお調子者はこう常にお調子者な感じじゃないですか、だからタイプ6のお調子者って周りの空気を読んだお調子者なんですよね、あ、ここでこれをやると受けそう、演じるわけです、そうそう、みたいな、こう周りの空気を読んでるお調子者なんで、なんかタイプ6の7よりかなっていう、そうで、多分そのカジサックさんもそうなんですけども、やっぱりその真面目なんでしょうね、根が真面目なので、ギューって思い詰めると飛ぶっていう、なんで梶原さんも仕事を2年ぐらい、あの消えてる時期があったりとか、岡村さんもそういう時期があったりっていう、そうですね、多分これが7だとならない、そういうことはならないんでしょうね、多分西野昭弘さん、梶原さんの相方さんの西野さんとかはなんか7なんじゃないかとか思いながら見てるんですけど、だからそうキュッと真面目じゃないとは言わないですけど、はいはい、7の人が、はい、でもそんな思い詰めたりしないタイプ、まあ楽観タイプだから、まあなんとかなるよって、そうで梶原さんにも全盛りがやったるでってそうそう言うらしいですっていうこう思い詰めたりしないタイプなので、はいはい、まあ多分7じゃないだろうなってなると6の7かなって。で今回のその岡村さんのその事件、僕もあの自分がタイプ6で、ウィング7だと、人に言われます、自分でも多分そうじゃないかなって思ってるんですけども、なんかすごい岡村さんが入ってきてですね、多分その岡村さんにとってなんか
この深夜枠の、うんうん、オールナイトニッポン枠の、うん、その深夜のリスナーって、うん、多分まあそのなんて言うんだろう、モテない男子が、うんうんうん、そのモテなくて、まあ、どっちかというと童貞気質、うんうん、僕みたいに、うん、ちょっとこじらせたような人たちがリスナーなんでしょっていうのを仲間だとして、うんうんうん、ホームですからねそうっていう仲間を守るために、うん、その守るっていうか、ま、仲間を喜ばせるためですよね。そうですね。に対、うん、でその発言が、うんうんうん、多分その本心、うん、まあ矢部さんはね、うん、お前にそういうところがあったから、うん、言葉で出たんやって言ってますけども、うんうん、いや多分なんかあんまり思わずにあ、うん、いつもの風俗乗り、うん、で仲間に対してこんなこと言えば受けるっていうので、うん、バンって出たのかなって、うんうん、まあ、僕的には、まあ、そこに想像力が足りなかったのかなっていう。そうだ、ね、うんうん、まあ、要は多分本心って言ってもすごい本心じゃないけど軽くは思ってるんだろうな、あ可愛い子来そうだなぐらいは、まあ、それぐらいはあるでしょうね多分思ってるんじゃないかな、はいはい、でそこでプラスなんか見てる人たちを喜ばせるためにちょっと大げさに行ったみたいな。そうなんで、うん、僕はもういや全然、まあ、悪くないじゃんとは言うつもりはないんですけど、うんうん、あなんかその6の7なんだなって思いながら、うんうん、そうでこの6としてはこちら、うん、エニアグラム、うん、ドン・リチャード・リソさんの、性格タイプの分析なんですけども、うん、タイプ6通常の状態健全じゃなくて、うんうん、通常の状態でよく挙げられているのが、うん、踏破心が強くなる、うん、その彼ら対我々、うん、要はその敵味方みたいなのを作る、うん、要は6って縄張り意識が非常に高い、うんうん、要はあの何かがあった時に仲間で対応することをその防衛本能として選んでいるので、うんうんうん、多分岡村さんにとってこの深夜枠、うん、仲間なんですよね。モテない軍団の仲間たち対、うん、あのキラキラ輝く、うん、モテる女性、うん、だったのかなっていう、うんうん、ところその健全度が高くない部分が出た、うんうん、なんて思いながら、うんうん、だから多分その矢部さんに説教されている姿も、うん、多分なんかこのはいすいませんはいすいませんっていうのが、うん、クルンクルンって頭の中に入ってきて、うん、多分そんなにまだ腹に落ちてない、うんうん、なんかその初めの20分ぐらいのなんか謝罪も、うんうん、結構何を言ってるか分かんないんですよね、うん、まあ、でも僕あれを見て逆に混乱した感じですよ、はい、あというの今まではこう、はい、タイプ6のウィングなんだなと思ってたのが、はいはい、この対応って有利タイプじゃないかってっていうのは僕もあんな言い訳する体調はタイプ9だと思ってタイプ9で有利タイプで、はい、多分あんな感じの対応あすいませんでしたあ、まあ、そうですねみたいなあそうですか、うん、っていう反応をするのであ有利タイプ、有利タイプかってって思う。確かに、まあうん、あの見ちゃいけないミキとかを見ると、うんうん、非常に人見知りでっていうのが書かれてますしね、うん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 、っていう逆にだからタイプ6だと思ってて、で、まあ、今回のラジオを聞いて、はいはい、こうなんか心が揺らいだ感じですよ。迷いが出た。どのタイプだった？そう迷いが出た感じ。ああなるほど。うん、で隊長もいや僕は、うん、あの岡村さんのその矢部さんからの説教を受けるシーンを聞いてると、うん、もうまるっきりその腹に落ちてない、うん、けど反抗することも多分、うん、いや俺そこまで思ってないねみたいなことは思ってると思うんですね、うん、あの全然悪気はなくて、うん、って思ってるはずなんですけど、ああでも僕もそれに近い感覚。あそうですか、うん、た自分が岡村さんになった気持ちで、はい、あれの発言をしてしまったやべえなって多分思ってると思うんですよ今の状態。あ、はい、まあ、燃えてますからね。燃えてるし、はい、まあ、そう言われるとそうだなみたいなのは多分思ってると思うんですよ。そうです、ね、言っちゃいけないことだったなっていうのは多分分かってると思うんですよね、はいはいはい、だから自分は悪いなって気持ちがありつつもでもどう言い訳しようみたいなのがこう出てくる。あなるほど。と多分ああもうほんの悪かったですみたいなちょっとテンション低めな感じの。あそれなんか楽観タイプの誤りなんですかね。楽観タイプっていうか、まあ、有利タイプじゃないですかね。
でも言うてもなんか例えば5とかだったら、うん、なんか理路整然となんか説明しそうじゃないですか。でもこれこれこういう理由でこういうことを言いましたみたいな。5なら言いそうですね。ただなんか今の空気で言い訳しちゃいけなさそうな空気があるじゃないですか。空気はありますね、うん、なのでもう言い訳しないで言い訳をするみたいなことを多分考える、僕の場合は考える。だからこういう言い訳をしたらダメかなとかっていうのを考えながら喋るとよくなんかよく分かんないこと、分かんない言い訳を言葉になってない、そう言葉になってない、あの岡村さんみたいな言い訳を僕ならしそうだなと思って。あ、なるほど。そうだからあれを見て、あ、有利もあるんじゃないかなみたいな。ご自身と同じ 9、 あ9はでも、あ、でも結果的に何かというと6なんですよ。あ、なるほど。有利もあるかなと思いつつ、あ、でも9はないよなとか、はい、5もないな、4もないかなってなって最終的には6に落ち着くんですけどね。ただあれを見るだけだとこう迷いが出てくるって感じです。あ、なるほど、うん、もうだからあれを見ながら、うん、苦しくて、でも全然、うん、いや私もよくあるのが、うん、その場の空気で、うん、あ、これを言うと、うん、僕の意見じゃないけど、うん、これを言うと面白そう、うんうん、だから言った、うんうん、あ、まあそういうのありそうですね、うん、で言ったら、うん、多分その場では多分何もなかったんでしょうね、うんうん、で翌日、翌日えらい燃えとるじゃないかみたいな、うんうん、どうしようですよね、うん、そう。なので6だとしたら多分それあると思うんですよね、はい、これを言えば受けそうみたいな思いが強くて言ってしまう。そうで、あとで矢部さんに言われたのがそのいつまで、うんうん、いつまでもその50のおっさんがね、うんうん風俗に行くのをネタにするなと、うんうんうん、おっしゃる通りですおっしゃる通りですおっしゃる通りですっていう、うんうん、でタイプ6だとすると、うんうん、じゃあ、まあ、岡村さんがこれを見るわけがないんですけども、うんうん、タイプ6だとすると、うん、あのどう進めばいいのか、これからこれからみたいなのを、うん、だからやべっちが言ってたようなことじゃないですか。やべっちってあれですか、やべさん、やべさん矢部さんが言ってたようなことじゃないかなってタイプ9の僕は思う。要は、うん、タイプ6って、うん、あ僕自分のことタイプ6だと思ってるんですけども、うんうん、守るものがあるっていう状態が、うんうん、多分勇気を発揮できる、うんうんうん、タイプ6の気質の輝きが勇気だなんて言われてるんですけども、うんうん、守る状況になると先頭に立てる、うんうん、とすると今岡村さんが守っていたものは、うん、リスナー、リスナー、リスナーとの絆だったんですけども、うんうんうん、これ山里さんがここを解決してるじゃないですか、うん、蒼井優さんと結婚することで、うん、あ守るべきところがそこになるっていう、要は守るべきところだと思っていた人たちも、うん、いや別に何て言うんだろう、妬まれると山ちゃんは思っていた、うんうん、蒼井優さんと結婚するとこいつらが敵になるんじゃないかと思っていたけど、うんうん、いやそんなこと全く思ってませんよ、うんうんうん、っていうところだと思うんですよね、うんうん、あでもそれはあるかもしれないですね。でみんな岡村さんが大好きだから聞いてるんだとすると、うん、いやもうそこの先頭に立つんじゃなくて、うん、なんかお前らこっち来いよぐらいの、うんうん、なのでなんか逆にそこにこう偏りすぎててああいう思考になってたのかなっていうのはあるかなって。そうですよね。なのでこう想像力が働かなかったはいはいはい、じゃないかな。でそれをある程度我々対敵みんな敵やそうそうみたいな。で逆にこうそういう奥さん彼女作ってとか恋人作って奥さんとかってなると、はい、そっち側の意見もこう分かってくるわけじゃないですか。そうですね。でそうするとそういう想像力、はい、イメージ力もできてくればああいう発言はあまずいなっていうのは気づけた可能性はありますよねっていう、はい、なんでこの、うん、同じタイプ6だと思っている、うん山里さんとか、うんうんうん、有吉さん、うんうん、多分ご寄りなのかなと、うんうん、まあご寄りな感じはします決して多分あんななんか軽はずみなことは言わないんだろうなっていう、うんうん、このなんか6のウィング7ありがちな、うんうん、なんか場を盛り上げなきゃっていうところが出たのかなってちょっと思いました、うんうん、で自分を反省しました。なんかそのまあ自分に多分意見はあんまりないと思うんですよねタイプ6の人って、まあタイプうん、受けるか受けないかみたいな。そう要はその空気で、うん、盛り上げられるか何を言えばいいんだろうっていうのを考えるんですよ、うんうん、自分の意見じゃなくてタイプ6だとね、はい、であ今のこの場だとこんな質問が来た、うん、風俗に行けないよこういう回答したら面白そうみたいな面白そう、うん、ここのリーダーとしてこれが面白そう、うん、みたいなことを言ったと思うんですよね、うんうん、
だからそ何責めないでって、うん、だから多分岡村さん的には、はい、そのリスナーのことを思ってると思うんですよ。あ、リスナー思いであることは間違いないですよ、うん、だから風俗に行けなくて辛いですみたいなお便りだったんですよね、はい、でそれを受けてもうちょっと時間経てば楽しいことがあるからってことが多分言いたかった、はい、っていうぐらいのところで多分想像力がそれ以上働かなかったから、はいはい、まあちょっと炎上してしまったみたいな、はい、確かにまあそこは言わないですよね、うん、多分、うん、でまあそのリスナーにしてみたら、はい、あそうかって元気をもらえる可能性はあるじゃないですか。なんでまあもちろん擁護派、擁護派いればいる、はい、だから同じ立場の人にとってみたら元気じゃないけどあそうかってちょっと明るい気持ちになれる可能性はあるかなって。ただまあ状況的にコロナ、うん、コロナなどとこの人たちも一緒に落ちてますから、落ちてなのでそういうところで炎上してしまったからっていう、はいはいはい、まあ個人で話す話ですよねっていう、まあそうですぐらいの、はい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 、それを公共電波に載せてしまったっ公共電波に載せてしまったっていう、はい、何回も言うようですけども、うん、多分そんなに思ってない、うん、録画としたら、録画としたら多分思ってない、思ってないんですよっていうのが言いたいです、ね、言いたい、なんかもうこの空気に合わせて風俗キャラに合わせて行ってしまったんだなっていう、うん、逆にそういうことがよくあるってことですよね。あるある、よくこれで人に嫌われます。なので多分タイプ6の人は、はい、注意点ですよ、注意点だと思います、はい、多山の椅子として、うんうん、だからあの岡村さんの発言を聞いて、はい、ちょっと注意しなきゃいけないって。そう、6の人はその空気に合わせればいいっていうわけじゃないんですよね、うんうん、はい、でそれをまあ特にああいうラジオみたいなところで、はい、公共の電波なんで誰が聞いてるかわからない、はい、今 SNS も発達してるんでボンと拡散されてしまうっていうところがあるので、はい、まあ、気をつけた方が、はい、なんで、うん、6の人はこれをタイプ6の人はこれをなんか多山の石として、うん、自分の軽はずみな言動で誰かがそうやって傷ついてる人がいるよっていう、うん、出てくる可能性がある、はい、うん、私も反省です。あと矢部さんはどのタイプに見えました？矢部さんは、まあ、どこかっていうと、まあ、はっきりは分かんないですよ、はい、9なのかな。そう、私もずっとなんかいろんなとこで66って書かれてたので、うん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 、人畜無害の6みたいな、うんうん、イライラしながら、うんうん、それを見ていたので、あ、うん、6なんやと思ってたんですけども、うん、いやなんかあれを見ると、うん、なんかその僕いつも言う本能センターは声が低いっていう、うんうん、腹から声が出てる感じが矢部さんもしてですね、うん、あとはこの見事な調停ぶり、あ、そうだからあそこの場を収めるためにはみたいなことを考えてたら多分急だと思うんですよね、はい、こう聞いてる人もいて多分ネットで拡散、あ、いろんなところからいろんな声が入ってくるわけですね。入ってくる、でこのラジオを聞く人もいっぱいいるから、はい、多分そういうことで腹を立ててる人もいる、はい、っていう状況を踏まえてこの場ではこいつを説教しとかなきゃいけないなみたいな、どうこの場をここで収めるか、収めるかみたいなことを考えてたとすると Q っぽい、まあ、調停者ですよね、はい、全ての声を聞いて組み合わせて解決っていう、っていうのにこうをしたいっていう気持ちだったら Q で、まあ、突然出演してきたみたいな感じですよね、はいはいはい、そんな感じですかね。9でいかがでしょう。9で岡村さんはタイプ6のウィング7、うんうん、矢部さんは9の8じゃないですかね。同じく明るい感じはしますよね、あんまり喋らないけど。そうですね、はい、もちろんそのアウトデラックスとかだと見事な仕切りぶりですし、空気もちゃんとコントロールして、うん、そんなあのなんかちょっとほんわかした感じが9っぽいですよね。9っぽい、岡村さん何してはるんですかっていうのも、うん、そうそう厳しく言うんじゃなくて、はい、なんとなくこう今回もなんかやってるのかなから、うん、はい、入って柔らかくいくじゃないですか。そうですね、柔らかく諭していくみたいな、今回そんな感じでしたね、うん、ああいうのが急っぽい、ガツンと言えないっていう欠点でもありますけどね。でもガツンってなると多分6としては反応出ますよ多分、うん、まあその辺も分かった上での あの言い方なんでしょうね、うん、で聞いてる人のこうあんまり緩くはならないようにみたいな、そんなレベルじゃないよねみたいな反応が返ってきても困るから、言うことはちゃんと言わなきゃいけないし、はい、もう全てが的確でっていうのを考えてんじゃないかなと、うん、まあ考えてるとか自然に出てくる、はいはいはい、それをしないとモヤモヤするみたいなところなんで、はいはい、本能タイプとして、本能タイプとして、タイプ級として、はい、という、岡村さん
のエニアグラムのお話、エニアグラムのお話、はい、はい、でございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。